旧全通寺開校者は、香川県全通寺市にある歴史的建造物。1903年に、旧陸軍第11師団の陸軍将校の集会所、社校場として、当時の中田土軍全通寺町に建設されたものである。2001年国の重要文化財に指定されている。戦前に、陸軍将校の親睦及び学術研究を目的として創立された旧開校者が、 全国に社交場として建設した会館の一つ。1903年5月10日に竣工された建物は、東西に長い木造平屋。主体部は、桁行き41.8メートル、張間12.7メートルの規模で、その北面中央を幅14.5メートルにわたって全面に4.5メートルほど突出させ、その中央に玄関ポーチを設けている。 南面には幅1.4メートルのベランダがあり、大広間から直接南側庭園に出ることができるため、建物と庭園を一体化して使用できるようになっている。外観衣装はルネサンス様式で正面中央にドリス式角柱と三角ペディメントによる車寄せポーチを構えている。春光年の10月13日には皇太子義人新能が、 香川県行刑の休憩所として、1905年には土屋中将が日露戦争の戦勝療養に利用されている。1922年には陸軍軍事大演習参観のため交代し、広木と新が宿泊されている。戦後は新中軍の社交場として利用された後、検察局や市役所などの公共施設として主に利用された。 2001年国の重要文化財に指定された後、旧全通時開校者整備検討委員会の指揮のもと、保存修理工事が実施され、創建当時の状態を基本に復元された。また、本館東側に付属棟も建設することで、開港者本来の用途である社交場として使用する際の利便性を高めている。現在は、付属島内のカフェが利用できるほか、 本館の大広間や会議室を借りて、各種団体の会合、コンサート、展示会、また、結婚式や、披露宴にも利用できるようになっており、重要文化財でありながら、地域の社交場として活用されている。旧全通時開校社カフェ入口付近。ありがとうございます。